キャス。熱っ。誰だ29度にしたの。熱いよ。虐待的な。モンスターどこ？どこある？どこある？ちょっと。僕ここ入れた。ああいい匂いがする。あ、1個入れた。1個入れたということは1個どっかに。いやいやいや。これもう飲んだ。もう飲んだ。もう飲んだ。もう午前中3本飲む。だから5本っつったのよ。ちょっとで左出てのところにありますんで、うん、モンスター、うん、あれね、5やば、この人やば、午前中3本飲むデフォルトだね、デフォルトだね、うまっ、もうだらだらしてる、やっぱ次元が違ったわ。うん、ブロン一人なんともなかったし、ブロンでなんともない人だからやばいよ、ブロン一人だぜ、うん、まあなんともあったけど、ちょっとプラスだった。84条でしょあれ、わかんないけど確か初見だよ、初見で80条で、うん、じゃあプラスになったとか言っちゃってるし、プラスだ、初見で80、変形した。いや僕も初見で84行ったんですよ。あ、そうだった。でちょっと10センチぐらいずっと浮いてました。あれはあの落ちた、あの後ん落ちた、落ちましたよ、落ちんかったぜ、それはすごいと思う。アッキーそれはたくさんそらなかなかだってなった、あのアッキーに、あの薬師のアッキーに見てもらった、それはなかなかのレベルだって言われた。だからあの気の力、意志の力、そうそう、キャラの木々で米のね、うん、ナウタさん、ねえ、うん、もう今やってんのガス、あ、やってますよ、一応、うん、誰も来ねえけど、ちょっと、ガス喧嘩ら、まあそうですね、じゃあこの、ここも片付けたいんだよね、ここもクラーキのどこでやってんの、それでやってんの、これでやってます、うん、今は。
カ先生だな。それと次はね、あ、もう一回僕でしょ。次、2個目、2回目だから次、その次のパートを意識、その次のパートを意識。ちょっと、3回目、最初はさ、ここから始まるじゃん。で、ここでシェシェシェってなるじゃん。で、またここに戻るじゃん。で、またこれがあるじゃん、同じのが。で、またタタタタってくるじゃん。2回回って、このここが大事なんだよ。この、そうですね。ここの、このとこがいいみたいなとこね。この、ここが、そう。よかったじゃん。まあ、さすが審判。いや、そうですよ。この、これか。これだよね。これね、この音が大事だよね。時間がゆっくりになっちゃいますよね。まずついてもおそろしいけど、こういう感じね、京都って感じですね。そういう意味では合ってるけど、ね、そっちはこう気持ち、まあ、ここ来るのを見越して最初だからさ、これね、うねる感じがいいと思う。これはでも曲の全体を知ってればいいだけ。教えられる性質のものでないって。あ、でもね、その先生はすごいんだよ。けど、俺褒められるの結構、うん、その先生マジですごいよね。超思うたペティナの審査委員長とかやるの先生の弟子だったのよ。あ、そうなんですか。でしょ、もうこの人だけじゃなくて、もう一人それ以上にの大物にもついたよ。でしょ、こいつとこいつ言うこと違うんだって。その弟子だから、でも世界最強だから世界最強の人に面白いですね。世界最強しながってるよ手が小さいからやんだなんて。でそれ運命だよね。で最初にやらされたのはこれ。もうこれいきなりこれやらされて、もう死ぬってなった。それしょっちゅう言ってるんですか。ピアノ1ヶ月に1回だけど、1ヶ月に1回やれこれも初見でやったもん初見だったら止められて、なんか初見でやったけど、なんかね、あ、でも紹介してあげようか。あのえ、してほしい。めっちゃいい先生、可愛いし。嘘。おじさん。いや、うわ、いや、でもちょっと気になる。でも可愛い。すごい。直す。浜松。本当あるけど、一回すぐ浜松。教えるよ。浜松君と教える。全然そんなことない。そんなことない。いや、すいません、すいません。勝手に使うの、ダメじゃないんだよ。どこ行くの。ここ？あ、ここ。ここどれだよ。いや、すいません、もうダブシャープ、ダブシャープ役中、舐めちゃダメっすね。もう完全にこうだと思ってましたあと、これ、押しながらやってるじゃん、これ
うん、そうだよね。俺はやってるやつ。もちろん、もちろん。それやってる、学習舐めちゃダメですって。さすがに、さすがに。もう、もうピアノに関しては僕は、この、ダブルシャープ、ここは、ここをいか、引き手出せるから、ね。そうだよね。これをいかに悲しげにっていうか、孤独感っていうか、このだからこれだけで研究してもいいよねっていう。うんうん、この7音が世界であるみたいな。そう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 。天才。うん、ね。カエルと向こうの水の音じゃないけど、ね。その通りだと思います。この7音だけで世界できる。そう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 。もうそれだけそうなんです。そうもうこの1音からこういう曲が生まれたぐらいの。うん、ね。それに。いやまあもうなんならアマダリ弾きますってこの7音だけ弾くのもらってアマダリ弾きますってそこアマダリ弾きますってこれで OK。 うんこのままの世界なんです。音楽家には通じる。そう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 。耳があの腐ってるパンピーがパッてなんだけど、俺らからすればちょっとやろうして、もうナウタ様のこの音をこれで終わりなんだよ。ここで入ってんだよ、全部。これ全部。いや、まあ、知ってますよ。で、これ入ってるね。そうですね。響きの中にってこと。それもそうでしょ。もう、もう通じる、楽だな、通じるのが。うん。楽だな。うん。僕めっちゃ優秀みたいですよ。やったー。めっちゃ優秀だわ。俺のあの、先生について、弟弟子になるのよ。弟弟子。いや、俺の先生もガチすげえぜ。もうちょっと会いたいかも。ガチすげえよ。ラブはっきり言って連弾してって感じ。連結してみたいな。連結って俺も一回こくってるし、3回ぐらいこくってる。あ、連結しながら連弾して連結して、もう遅すぎて力が出ないもん。それはいいですね。もうそういうことだと思うんですよね、好きっていうのは。笑顔ってめっちゃ厳しいことやってるから。ああ、笑顔で超笑顔でめっちゃ厳しい要求してくるから。嬉しいですね。嬉しいよ。なんとドレムになっちゃう、こっちも。あ、僕ペダルを使わない技法について考えてるんですよ。あ、そうなの。わざわざ。それだけいいかもしれない。それでもあって、そうなんですよ。あれなんです。ペダル使わない技法。日本風。でもさすがにさ、これだけ使う。グランドピアノっていけるけど、電ピでその辺きつくね。いや全然いける。もうだから聴く人の感性次第でしょ。まあそれはそれはある。あと演奏者のそつなさ。この曲って松尾芭蕉ですね。なんすごい意識がどういうことなんだ。いや、この曲ナウタ的でもありますよ。てん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 きれいに弾いてるもん。めっちゃ失礼、今の。普通にやって、普通に。僕、今の層はね、これがね、京都の畳なんですよ、この層は。難しいこと言われる。畳をね、そう。あ、集中力を言われる。うんこの音消すやつ。じゃあ、配信切るわ、ちょっと待って。配信切るわ。